皆様本日はこのように大勢来てくださいましてありがとうございます。私は先ほどご紹介に預かりました YouTuber の高原でございます。今日はセゴドント聖書というテーマでご一緒に考えたいんですが、皆様西郷隆盛といえばどのようなものを思い浮かべられるでしょうか。私は何と言っても武蔵丸ですね。元横綱の武蔵丸、あの太い眉毛、でっかいギョロ目、分厚い唇、 XL サイズの巨体。おそらく西郷隆盛というのはミクロネシア系の力士のような DNA が入ってたんじゃないかななんていうことをね、まあ、思ったりなんかするんですが、そのイメージはどこから来たかと言いましたら、上野にある西郷隆盛の銅像がそのような姿をしてるんですよね。でも西郷さんの本当の姿というのを正確に知ることは私たちにはできません。と言いますのは、西郷さんの写真は一枚も残ってないのです。実は彼はですね、写真に撮られることを非常に嫌いましてね、明治天皇が朕のために一枚だけ写してほしい、それを私にのみ渡してほしいと言った時でもお断りしてるのです。なんでそんなに写真が嫌いであるかと言いましたらね、実は若い頃彼は島津成明という名君に仕えておったのです。お庭方と言いまして、今で言ったら工作員ですよね。この島津成明というのは幕末に登場しました名君、先進的というか開明的というか非常に英明な君主でありまして、良いものは外国のものでもどんどん取り入れる、まあね、日本の国旗が日照旗であるのも元をたどっていったら成明です。そして彼が愛用していたトランクはなんとルイ・ヴィトンですよ。まあ彼はね、これは素晴らしいと思ったら何でも取り入れるんです。そして黒船がやってくる、ペリーの 黒船がやってくるよりもはるか前にペリーの黒船が来るということを事前にチェックし、今どこの国の何という港にいるのかということすらも知っておったのです。黒船が来た時に日本は外圧かけられてくる、その時に押し返していくためには力を蓄えておかなければならないということで、薩摩に溶鉱炉を作り、造船所を建て、洋式軍艦を作り、そのうちの一隻は徳川幕府にプレゼント。そうやってパイプをつなぎながら次の日本どうやっていくのかということを考えてた人物なんですが、この人物はね、大名の中で一番最初に写真撮られた人なんですよ。そして写真を撮られただけではなくて撮られまくった人なんです。そして撮りまくった人でもあるんですね。そしてその頃日本人はね、写真というのは一枚撮られることに魂のエネルギーが吸い取られるという迷信めいたことを信じたんですね。まあこの成明という人はね、さあこれからという時に突然死するでしょ。暗殺説もありますが、まあ西郷さんはね、写真の撮られすぎだから明治天皇がおっしゃっても、いやそれだけは勘弁してくださいというふうに言ったので、今残ってる西郷さんの肖像画っていうのは、あれはいとこの大山巌と弟の西郷嗣道を足して2で割ったモンタージュです。本当の西郷さんの姿ではないというふうに言われてるんですよね。そしてその本当の西郷さんの外面がわからないだけではなくて、実は内面においても非常に難解な人物、分かりにくい人物なんです。で今日はね、NHK の大河ドラマセゴドンを100回見ても出てこない話をしたいと思うんです。それ何かと言いますと、実は西郷さんは非常に深く聖書を読み、読んでるだけではなく他の人に教えただけではなく、彼自身がクリスチャンになり洗礼を受けたという証言があるんです。ほんまかいと、まあ、そこをね、まあ、皆さんと一緒に検証していきたいと思うんですけれども、ところで成明が亡くなった後で島津家と西郷隆盛の関係は非常に悪化するんです。彼は睨まれまして、二度にわたって島流しに、そして二度目の島流しの時は沖永良部島というところに行くんですけど、そこで箱詰めにされてしまう。その時にウイルス性の病気にかかります。フィラリアという病気ですね。で実はね、西郷さんの、まあ、股間にね、もちろん男性ですからふぐりがあるわけですよね。陰嚢、今の言葉で言わせないでください。玉の入ってる袋ですよ。彼の陰嚢は赤ちゃんの頭よりも大きかったんです。
これ病気です。晩年になるにつれてその病気が辛くて痛くてたまらないという病苦と戦いながらあの偉業を成し遂げたのが西郷隆盛という人なんですけどね。まあこの一生出てこれないはずをどうしても西郷隆盛が必要だということで島流しを解除するために走り回ったのが親友であった大久保利通であるわけですよね。そしてこの彼の読み通りこの島流しから出てきてたった5年で明治維新を成し遂げたのが西郷です。もちろんね明治維新という革命はね西郷隆盛一人でやったんじゃない。いろんな人たちがそれぞれの役割分担したんですがそれでもね総仕上げの部分は西郷がいなければまず不可能でやると思います。と言いますのはね明治維新というのは2つのものをぶっ潰したんです。一つは何かと言いましたら260年続いた徳川幕府を潰したんです。これだけでもすごいことですよ。260年間盤石の支配体制であった徳川幕府をぶっ潰すことができたのは西郷の荒技です。しかしそれよりもっとすごいことを西郷はやったね。何かと言いましたら武家社会700年以上続いている武家社会を彼は木っ端みじんに粉砕したのです。まあ、実は徳川時代にですね260の藩があってその藩の一番トップに藩主という人がいます。それがお殿様と言われている人たちでしょうね。このお殿様には家来がいましてそして領地があって領民があってそこで取れる米が年貢でそれを経済資本にしてやってるのが諸藩の体制でしょ。明治維新になって西郷中心に何をやったかといったらね廃藩置県というのをやったんですよね。この廃藩置県というのはお殿様が持ってる領地と領民を全部取り上げるという革命なんです。つまりね殿様と武士のリストラこれが明治維新です。でこれは普通の侍には絶対にできない。なんでできないかといったら武士道というモラルに生きるのが侍だからです。武士道とは何かと言いましたら主君に対して忠誠を尽くすのが武士道です。西郷がやったのは主君の持ち物を全部取り上げることです。武士道に忠実な人は普通できません。しかもね明治維新成し遂げるのに一番貢献した藩は薩摩藩でしたよね。つまりね明治維新の結果一番特権をもらって当たり前の藩が薩摩藩なのにその薩摩藩の藩主の領地領民を全部取り上げるそれを西郷がやったもんだから他の藩は従わざるを得なくなったんです。まあ恨まれたね西郷隆盛は。しかしこれが必要だということで彼はそれをやっていくわけですがさてこの明治維新が成功した後で政府の要人たちは旗と困ることに気がつくんですよね。そう何かと言ったら今までの古い幕藩体制という建物をガラガラポンで更地にした、更地にした後で次どんな建物を建てたらいいかという設計図を持ってなかったということに気づくんです。潰すだけやったら誰でもできる、いや誰でも言うわけないけど、でも潰した後新しい日本をどのようにしていくのかという青写真を彼らは持っていなかった。そこで明治政府の要人たちはいっそのこと先進国に見学に行って国づくりってどうやったらいいのかということを学んでこようじゃないかということで岩倉使節団というのが明治4年に出発するのです。さあこの岩倉使節団ってねこの政府の要職の人たちが日本をね2年間も留守にしてそして海外に見学に行くというんですけど誰が行ったかと言いますとね維新三傑っていって三大英雄が明治維新にいました。西郷隆盛、大久保利通、木戸孝允です。このうちの大久保と木戸が行きます。伊藤博文もついていった。団長は岩倉朋美、全員で107人。かかった費用は国家予算の 1.5%、 今で言ったら1兆5000億円。日本の代表で来たからいうことでアパーホテルみたいなところには泊まれない。
5つ星最高級のスイートを独占して借りるのでないと日本が舐められるいうことね。まあ日本はこれに随分お金を使ったんですが、その時に出来たてのほやほやの明治政府は政府の要人がみんないなくなってすっからかんになったら揺り戻しが来るかもしれない。しかしこの人が残ってたら重しになる。彼がいてくれたら睨みが効いて明治政府を転覆しようなどというものは出ないだろうと思われた人物こそは西郷隆盛です。まあこの西郷はね、もうね、とにかく存在感があったというふうに言われてるんですけど、ところで岩倉や大久保が2年間行くときにね、一つ西郷隆盛に釘刺してるんです。今から日本を留守にしますけど、我々が留守の間に国の形を変えるような大きな変更や決定は何にもせんといてください。帰ってきたら話し合って決めましょうと。とにかくおとなしゅうしといてくださいと。みんなが暴れないようににらみ聞かしといてくれたらそれでええですからって釘刺したんですけどね、西郷は聞く人ではありません。この留守の1年10ヶ月の間に西郷隆盛は10個の改革やるんです。一個一個説明したいんですけどね、もうね時間ないのこれ。もう15分だったからこれ。まあ一番最初にやったのはね、恩赦特赦の乱発です。まあ徳川慶喜をはじめとして幕府方についた大名のお殿様たちみんな無罪放免、幕府の軍人として官軍に攻撃を加えてきた人たちもみんな無罪放免にするだけではなくて、明治政府の要職に次々と抜擢するのです。これね、世界の革命史の中ではね、普通ありえない。フランス革命でもロシア革命でもね、革命軍によって滅ぼされた方というのは息の根止められるんです。ところが最後はね、明治維新が終わったらみんな日本国民じゃないかということでね、次々と恩赦特赦で明治政府の一員になってくれということで重責のあるポストに抜擢していくんですね。まあ帰ってきた帰国組それしてもむちゃくちゃ怒るんですよ。ついでに言ったら徳川慶喜っていう人はね、皆さん大正時代まで生きてんのよこれ。彼はね、趣味がね写真だからね、やっぱりね魂吸われません。なんでさっき報告あったように写真教室来てください。大丈夫やから。それから何やったかったら徴兵制やったの。これはね、西郷隆盛で好戦的違う。これはね、まあ市民平等社会を作るために彼はやらなきゃならないと考えてやったことなんです。実はね、江戸時代っていうのは身分制度ってありましたよね。首脳交渉、日本版のカースト制度と言ってもいいかもわかんない。一番上に来るのは侍。なんで侍が一番偉いんですか。兵士だからです。いざという時には命捨てて戦う。だから平和の時代においては彼らに特権を与えるべきだということで、侍は兵士なので一番偉いというのが首脳交渉の論理です。ところが徴兵令というのを導入して国民開兵制にしてね、日本全国民男子は徴兵制ということになってみんなが兵士になるという環境を整えたら、種族だけは特別だということの根拠を奪うことができるんです。これで日本人だったらみんな同じじゃないかということができる基礎を築くんですが、まあ3番目、特に今日これに注目したいと思うんですけどね、彼はねキリスト教禁令の撤廃やるんです。でね、実はですね皆さん、この江戸時代っていうのはね、キリシタン邪宗門というふうに言いましてね、このキリシタンというのは見つけ次第縛り上げて拷問かけて殺してしまい、誰が始めたかといったら2代目の将軍に徳川秀忠という人がいたんです。この秀忠から250年にわたってキリシタンというのはまかりならんのだ、そしてもし彼らを見つけたら奉行所に密告しなさい、そうしたら
ご褒美をもらえるという立て看板が全国に乱立してたんです。この看板のことを高札って言うんですけどね、高札と書いて高札と読むんですけれども、そして明治の時代に入った時に明治政府はこの江戸時代のキリシタン禁止令をそのまま受け継いだんです。まあ明治元年にね、一つ事件が起きる、ね、長崎という町には外国人が住んでも OK だった。その長崎の町にカトリックの神父が綺麗な教会を建てる。これは日本人のための教会ではなく、長崎に住んでいる外国人のための教会堂なんですが、ある時村人が数人やってきて神父に向かって言うんですね、私たちキリシタンです。250年間にわたって信仰を密かに守ってまいりました、どうぞ教会に入れてください。彼らは入ってそこで感激するんですが、口コミでどん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 それが明らかになり、そして彼らが来た村のことをね、裏上村って言うんです。この裏上村の人口の 95% はキリシタンでした。彼らがそんなところに行ってるということで、あちらこちらでそういう人たちが出てきた。そのことの情報が明治政府の耳に入った時に一番怒ったのが木戸孝允です。で彼はね、本格的にキリシタンの目を潰そう、弾圧しようということで、まあ全国のキリシタンの代表者たち集めました、3300人。その人たちを日本全国に流刑にして、その先で拷問を与えて660人以上が殉教してます。水攻め、火攻め、氷攻め、雪攻め、箱攻め、目の前で子供たちを殺される両親の苦しみ、これね、明治に入ってから起こってるんです。明治時代に起こったこの弾圧は、江戸時代に起こったどんな弾圧よりも徹底していたというふうに言われています。そしてこの時の記録をもとに、遠藤周作という小説家は最後の殉教者という小説を書いています。生々しいですよこれ。明治に入った時の方が江戸時代よりももっと凄まじい弾圧が来た。なんでそんなにやったのかと言いますとね、実は皆さん、この明治政府の要職の人たちって幕末の志士でしょ。幕末の志士たちを突き動かしたイデオロギーって何ですか。尊の攘夷なんです。でね、攘夷の夷っていうのはこれエビスと読むことができます。エビスっていうのはね、外国人を軽蔑して言う言い方です。攘っていうのは追っ払うという意味があるんですよね。外国人を追っ払う、これを攘夷と言うんですが、徳川の時代の将軍、徳川将軍の正式名称は何かと言いますとね、征夷大将軍なんですよ。つまりね、外国を成敗する将軍のことを徳川将軍、征夷大将軍というふうに言われてるのに、黒船が来て圧力を来た時に力で押されて開国したでしょ。お前全然攘夷してねえじゃねえかと。それでこれをきっかけにガタガタと崩れていく。この追っ払うべき恵比寿から来た信仰は追っ払わなければならないというのが幕末志士たちの論理です。もう一つ、尊王の王というのはもちろん天皇陛下のことなんですが、尊王というのは尊敬するという意味じゃなくて崇拝するという意味でね、これを国家神道というんです。天皇を神々の子孫としておもんじ拝むという国家神道を明治日本の精神的支柱に据えるというのがこの明治政府の方針でしたから、キリストは許すわけにはいかんということでね、特に木戸を中心にして大変な弾圧があったんですが、この木戸がね、まあ、この中に木戸さんおったら別にあのあなたのことじゃない、この木戸さんがね、2年間にわたって外国に行ってる間に最後はもうええやん言うて、キリシタン禁教令撤廃に踏み切るんですよ。なんでそんな荒技ができたのかと言いますと、一つにはね、
勝海舟の後押しがあったんですね。勝という人はね、まあ彼も聖書よく読んでたんですけど、まあね、この掟をそのまま厳格に適用したら何万人という向こうの国民を死なすことになる。しかもそんなことやってたらね、外国から日本というのは野蛮な国だというふうに思われて、不平等条約の改正がますます遠のいてしまうじゃないか。ここは一つ耶穌教については黙許せよって言うんですよ。黙許ね、黙許って何かといったらね、これから解禁って言わんでもええとね、黙って許すと。さすが腹芸の勝也。要するにね、見て面振りしようちゅうんですよ。あそこで集まった、ええやん、見えへん見えへん、見えてます、見えへんのいうことでね、まあ、こうやってね、穏便に やり過ごしたらいいじゃないか、そうですねということで、まあ西郷さんはね、これを全国にあったキリシタン取り締まりの考察を一斉に撤去してしまいます。しかしそれだけではない。なぜ彼がそこに踏み切ることができたかと言いますと、この時点において、すなわち明治6年の1月にキリスト教禁令撤廃ということをするんですが、この時点までに西郷自身が聖書をよく読み、大きな感化を受け、おそらくはキリストを信じていたのではないかという研究者の論文が最近出てきているのです。でね、実はね、西郷隆盛にはね、有馬東太という弟子がおったんです。この有馬東太という人はね、すでに瀬古丼に出ました。ちょっとね、瀬古丼見てるという方って、あ、3分の1ぐらいね、見てないのに勇気ありましたね。いや、ほんまにありがとうございます。まあね、出ました、ありまーって いっぺん言われてるから、ありまーってで、まあ、5秒ぐらい出た人はこの人ね。でこの人ね、京都で警察の仕事に就くんです。薩摩出身の人ってね、警察官人が多いんですよ。上から目線の警察官で、おいって言うでしょ。あれ、おいっていうのは薩摩弁で自分のことやん。おい、俺が呼んでるって意味ですよ。おい小池っていうのがあるんですけど、おいって。で彼は京都でそれやってたんですが、その時ね、神戸で日本人耶穌教の教師が捕まった、プロテスタントのクリスチャンの教師がおった、日本人や、禁令や、破ってる。そこで有馬よ、お前ちょっと取り調べに行ってこいというふうに明治政府に命じられて神戸に出張するんですが、その時に取り調べ言うても自分聖書読んだことないし、何聞いていいか分からへんし、困ったなと思ってた時に、ああそういえばと言って思い出したことがあるって言うんですよ。それ何かと言いましたら、まだ明治の初め、西郷さんが薩摩にいた頃、有馬は西郷の家を訪問するんですね。そうしましたら彼がね、有馬、これからは日本も外国の国々とお付き合いすることになる、だから外国人の考え方を理解しないとまともな付き合いできない、この外国人というのは1に天帝、2に天帝、こう天の味方と書いて天帝と読むんですけど、これ神のことなんです。聖書が言ってる神のことですよ。1に天帝、2に天帝と、この聖書からの発想で彼らは生きてるから、彼らの耶穌教の経典を読んでいないとまともな対話ができない。で実はここに漢文で書かれた耶穌教の経典が2冊あるから、お前も読めって言われるので、彼読みたくないの。あれ、そんな小難しいものは私には無理ですと言ったら、近藤新左衛門だったら読めるから読んでもらえって言って、とにかく読めって言われて、彼はですね、一応それを受け取るんですけども、読まないで積ん読。これが日本のね、聖書積ん読の歴史の最初じゃないかと。皆さんの家にも一冊ぐらいあるんじゃない、読まないでしょ、積ん読。で40日ほど経って、結構なものでございましたって返すんですよ。それはね、私の明治維新という本の中に載ってるんです。つまりね、記録文書として残ってる。でね、有馬はそれを見ながら、ああ、あの
の時西郷さんに言われた通り読んでたら、八十の教師を取り調べる時に予備知識があるからいろいろ聞けたものを、ああん時読んどいたらよかったなあということを書いてある本が残ってる。つまり西郷は自分の聖書を持ってたんです。漢文で書かれた2冊の経典というのはね、旧約聖書と新約聖書です。西郷隆盛は旧約も新約も持っていた、読んでいた。それだけではなく弟子たちに読ませようとしていたということがこれによってわかるの。2番目、実は西郷は明治に入ってから多くの人々からサインしてください、記号してください、何かあなたの座右の銘を書いてください、その時に達筆で文字を書くのですが、彼が好んで書いた四字熟語があるんですね。それが有名な敬天愛人です。ちなみに今私は左から右に書きましたが、西郷は右から左に書いています。私はそれをやるとどことなく気持ち悪いのです。なんで現代式にやったんですが、この敬天愛人と書いた時に必ず彼は南州書と書くのです。南州というのは西郷隆盛のことです。では書とは何かと言いますとね、これは西郷隆盛がオリジナルで書いた文章ではなく、どこかからの引用文であるという意味なんです。西郷さんはね、この漢詩書かせても一流でした。だから自分でオリジナルの七言絶句の漢詩書くときには南州と書くんです。しかしすでにどこかの文献に載っているものを引用して書くときには南州書と書くんです。この書というのは引用して書き写したものです。他にすでに出典があるんですという意味があるのです。つまりこの敬天愛人というのはどこかの本に書いてあったのです。では西郷さんが熟読していた儒教の本を紐解いてみたときにこんな言葉が出てくるか、どこにも出てきません。西郷隆盛が傾倒していたと言われている陽明学の本のどのページを探っても敬天愛人という言葉は出てこないのです。しかし西郷がおそらく読んだであろう本の中でこの敬天愛人という言葉が出てくる本が一冊あるんですね。その本は西国立志編という本なんです。西国というのはね、西の国、ヨーロッパのことです。立志というのは志を立てる、そして編というのはこれで編集しました。でこれはね、どんな本であるか、その前にね、この本は英語で書かれた本なんですけど、翻訳したのがね、中村正直という昌平校の天才教授なんです。彼は明治維新の2年前に旗本の息子たちを引き連れてイギリスに留学するのです。留学中に幕府がなくなるんです。それで急に日本に帰らなければならなくなったんですが、船に乗り込む寸前に今イギリスでベストセラーになってる本はこれだよ、訳してみたらと言って渡されたその本を船に乗ってる間中一心不乱に読みふけるのです。その本の原体はセルフヘルプと言いましたね、自助。自助って2番目の女の子と見じゃないですよ、自分助けるの方ね、自助。これどんな本であるかと言いましたね、この本を書いたのはサムエル・スマイルズという人で牧師です。つまりね、聖書発想で書かれてる本です。書かれてる内容を簡単に言うと、誰かが何かしてくれるのをただ待っている人の人生には何にも起こらないという本なんですよ。誰かが自分を助けてくれるんじゃないかというふうに人任せ、世間に期待して自らは何もしようとしない人の人生は何にも起こりませんという本なんですよ。実は神様は人間にね、自分を助ける力を与えてる。
その力を使い切ることもなく、誰かが何とかしてくれるんじゃないかということで、社会の制度や世間に期待して自らは動こうとしない人の人生は変化も実りもありませんという本なんですね。しかし今どんなに惨めで貧しくて厳しい生い立ちであったとしても、神は自分に自分を助ける力を授けてくださっているということを信じてベストを尽くしていくならば、その自分に与えられている力を使い切った時に、神は奇跡的な出会いや助けや救いや人生の結末を与えてくれるんだ。だからその神の力を経験したかったら、まず人を当てにするのではなく、自分自身を自立させてやれるところまでやってごらんなさいよという本なんですが、その本の後書きに、ね、この考え方を四字熟語で言うと経典愛人という、神は私を無駄に作ったのではなく使命を与え、そして他の人を良くし愛するために作ってくださった、原点は天にあるんだ、この経典愛人の考え方を持っている人が多い国は強くなり少ない国は弱くなるであろうということを後書きに書いた中村正直が。でね、西郷と中村はね友達なんですよ。そしてこの本は明治時代100万部を超えた2冊だけの本のうちの一つなんですよ。明治時代のベストセラーってね、学問のすすめと西国立志編、無類の読書家であった西郷がこれを読まないという可能性は低いと思いますし、著者と友人であるし、何よりも引用文が経典愛人であって、この経典愛人ということが書かれている本は西郷が手に入る本の中でこれしかない。そしてこの本の内容というのは聖書の価値観について解き明かす本であったのです。まあね、ちょっとねこの天ということにつきましてね、この実はね、いやそれ聖書関係ないよ、陽明学だよというふうに解説なさる方もいらっしゃるんです。で、陽明学で天というのは何かといったら3つ意味があってね、1つは宇宙なんです。2番目は宇宙の法則です。3番目は運命なんです。これは陽明学においてはこの3つの意味なんですけれども、しかしこの言葉を紹介した中村慶吾という人はね、正直という人はね、明治7年にクリスチャンになって洗礼を受けて、なんと明治天皇にも洗礼を受けることを勧めるんです。この彼が紹介している経典愛人の点というのはもちろん聖書に登場する天なんですね。聖書に登場する天の父なる神のことを語っているんです。で、一箇所ね、お手元にちょっと資料が配られていると思いますが、その裏側のページに細かい字がびっしり書いてありますよね。この真ん中の段の36、真ん中の段の真ん中辺に数字で36っていうふうに書いてあると思いますが、ちょっとご覧くださいますか。これはイエス・キリストが語った言葉なんですが、こういうふうに言ってるんです。あなた方の天の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くしなさい。この天の父っていうのはね、宇宙とか法則とか運命じゃなくてね、天の父。天の父とは何かといったら、天をお作りになった神、人間をお作りになった神のことです。人間が作った神じゃない、人間を作った神。一字違いで大違い。お天気姉さんといえば天気予報のキャスターです。お天気屋の姉さんといったらわがままな女です。やがつくか取れるかで全然違う。一字違いで大違い。何を言うとんねんだよね。人が作った神々は人を救うことはできません。人をお作りになった作者、この人をお作りになった作者、天の父なる神、天はどのような人格かと言いますと、36節、憐れみ深いと書いてあるんです。あなた方の天の父が憐れみ深いように、
あなた方も憐れみ深くしなさいという意味はね、あなた方の模範は天です。天を見上げなさい、天を相手にしなさい、天があなた方が見習うべき方です。天の父なる神は憐れみ深いように、あなた方も天の父のように憐れみ深くしなさい。でこの憐れみ深い愛というのはね、愛する価値がないものをも愛するということなんですよ。いやそんなん言われても、もう世の中には無礼なやつがおる、失礼なやつがおる、もう許しがたいやつがある、あんなやつなんで愛さないとダメなんですかという文句が出てくることを想定して、37節隣の節、裁いてはいけません。言いたいことはわかるが裁いてはいけません。裁かれないためです。裁いてはいけません。そうすれば自分も裁かれません。人を罪に定めてはいけません。そうすれば自分も罪に定められません。許しなさい、そうすれば自分も許されます。だからね、天を相手にして、人間がね、あいつ失礼やとか罪深いとか、もう人のことはもうええと、人を相手にしないで天を見上げて天に習っていきなさい。そうしたら38節、そうすれば自分も与えられます。人々は計りを良くして押し付け、ゆすり入れ、あふれるまでにして懐に入れてくるでしょう、くれるでしょう。このね、38節の2行目に人々はって書いてあるでしょ。これ現代訳の聖書に人々はって書いてあるんですけど、原文には人々という言葉はないんですよ。これ分かりやすくするために翻訳者がね、聖書の中にない言葉を勝手に掘り込んだの。これいかんね、これは。憐れみ深くしたら憐れみ深くされます。誰が憐れみ深くしたからといって必ずしも人は憐れみ深くしてくれませんよね。神がしてくださるというんですよ、これ。だからあなた方は憐れみ深くする、憐れみ深くするってどういうことかといったら、一番上の段のマタイの福音書のね、39節、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよということなんですね。まあ皆さん、私たちはですね、美しい人、賢い人、礼儀正しい人大好き、美しくない人、卑怯な人、無礼な人嫌い。でもね、世の中でたった一人卑怯なことをする、嘘をつく、失礼なこといっぱいしてんのに、それでも無条件に愛してる人っているでしょ。自分で嘘ついたことない人っていらっしゃいますか。はい、それが嘘や。自分は失礼なことするし、失言するし、嘘もつくし、卑怯なこといっぱいもやってきたけど、それでも自分のことを愛してるんじゃない。そのように醜い行動をとる自分自身を愛しているように、自分が自分を愛するように、あなたの隣人を愛しなさい。あなたの隣人を愛する前に、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を崇めなさい、愛しなさい。このマタイの福音書の22章の部分が圧縮されたのがこの言葉なんですね。さて、実はね、西郷隆盛の思想を紹介されるときにしばしば引用される、本があるんですね。これをね、南州王遺訓という本があるんです。明治3年ぐらいの時に庄内藩の藩士たちが西郷から教えを請うために、わざわざ鹿児島まで行ってですね、いろいろ話聞いてるというのがあるんですよね。この南州王遺訓にどのような教えが書いてあるかと言いましたら、このお手元の資料の表のページ、プログラムが書いてあるところ、ちょっと読んでみましょう。南州を行くん、四角で囲ってある部分です。人を相手にせず、天を相手にせよ。天を相手にし、己を尽くし、人を咎めず、我が誠の足らざるを尋ぬべし。天は人も我も同一に愛したもをゆえ、我が愛する心を持って人を愛するなりって、ちょっとどこかで聞いたことない。さっき言いましたよ。言い張った、もう覚えててください。言いました。天を模範にしなさい。
天の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くしなさい。人を見るのではなく父を見上げなさい。あなた方の模範は天です。人じゃない。自分自身を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい、というこのイエス・キリストが語られた言葉を西郷隆盛はインタビューされた時に自分の言葉として紹介してるんです。つまりね、イエスの言葉が彼の中でストーンと落ちて消化され彼の細胞になってる。だから自分の言葉に置き換えてそれを語ることができる。つまりね、聖書を持ってるだけでチラチラ見てたというようなレベルじゃない。聖書とがっぷり組んで取り組んで飲み込んで血肉となり熟読吟味し自分のものとなっているので、そのように自分の言葉表現で言い表すことができたということなんですね。でね、実は今から11年前2007年に鹿児島に景勝館という西郷隆盛の記念館があるんですが、そこで経典愛人と聖書展という、この展示会があったんですね。でその時に福岡在住の方がね、時の館長であった高柳さんにね、実はお話があります。私の先祖は小倉藩の藩士だったのです。彼は日記を書いておったんですが、その日記が先祖代で伝わっておりました。その日記の中に、西郷は横浜の教会に行き、そこで宣教師からキリスト教の洗礼を受け、お礼に豚2頭送ったって書いてあるんですよ。送られた方も困ったと思うんですよ。ロースの状態でもらったらいいんですけど、生きてる豚2頭を教会でもらっても誰が世話するんですかね。しかし問題がありますね。この日記ね、戦争で焼けてもうないんです。なのでね、信憑性を確認するための文書はないんです。もう一個、この横浜の教会というのはどこかというのは分かってる。横浜海岸教会なんですが、そこで洗礼を受けた人たちは洗礼名簿に名前が載る。ある人が探しに行った、そこで。そしたらね、関東大震災で燃えてないんですって。それ以下のあるわけだから、関東大震災以前の洗礼を受けた人たちの名簿はないので、西郷隆盛が載ってる名簿はないということなので、なのでね、ここからは皆様の判断に委ねますね。これはね、受けたって言い切ることはできない。というのは口伝伝承というかね、伝聞だから、ちゃんとですね、この証拠というかね、この記録文書が残ってないので裏付けが取れないので言えない、そうだというふうに言い切ることはできないのですが、その後の西郷隆盛の行動原理やさまざまなことを考えていくと、西郷がそのようにしたということも可能性はないわけではないということです。さて最後にですね、お話したいんですよね。実は皆さん、この外遊組が帰ってきました時にね、明治6年ですよね、その時に留守組と外遊組との間ってものすごい衝突事件が起こるのです。それは何かと言いますとね、青函論なんですよ。青函論というのはね、制服、韓国の韓、議論の論、これで青函論と言いまして、私の学生時代高校生の時の歴史の教科書を見ると、西郷隆盛は武力で鎖国李氏朝鮮を脅して開国しようとしたが、それを反対されたので野に下ったというふうに書いてあるの。嘘を言うなよということなんですよ。今ね、中学高校の教科書でその説明してる教科書ってないです。なんで？新しい資料出てきたから。歴史ってね、新しい資料でひっくり返るよ。皆さん、聖徳太子って一万円札の肖像でいたでしょ、このなんか靴べらみたいに持ってる人。
わからない人は若い方です。あの靴べら持ってるひげじいさんは聖徳太子じゃない。というのはあの靴べらっていうのはね、尺って言うんですけど、奈良時代に入って初めて採用されるんです。奈良時代以前の聖徳太子の時代には存在してないものなんですよね。だからあれ見て聖徳太子と思い込んでる人は旧世代の人たちなんですよね。この聖観論についても言えるわけでありましてね、この聖観論一番最初に言ったのは最後じゃないんですね。これ実はですね、このね、この板垣とかね、大久保もそれ言ったんですよ。明治の初年になった時にね、元年になった時にね、江戸時代は日本の代表窓口は徳川家でしたと。だけど明治維新になったので徳川家はもうなくなりました、幕府なくなりました、これからは明治政府になったので近隣外国諸国と対等に外交関係を結んでいきたいと思いますんでよろしいということで役人使わしてね、この李首長選の 代表にこの会いに行くんですけれども、門前払い、この西洋かぶれがと。まあね、引っ越しそば持って行ったら丼ごとひっくり返されたみたいな感じですよ。これからよろしく持って行ったらいらんわーみたいな。それで激高した板垣や大久保がなんだこの失礼な態度はということで激高するんですが、それを止めたのが西郷ですよ。でね、まあ、そのうちにまず外遊組が出ていくんですが、その間に日本と朝鮮半島の関係、朝鮮の関係がどん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 悪くなっていって日本人が殺されたりする。このままではいけないし、そして鎖国状態が続いていったらもうすぐそこまでロシアが南下してるわけです、ウラジオストック。そしたらこれは大変なことで、島津成明は前々から言ってたんですね。新国と朝鮮と日本がアジア三カ国連合で一つにならない限り欧米列強を押し返すことができないって成明の教えを西郷隆盛はよく覚えてたんですよね。それでこの抜き差しならない関係になった時に西郷隆盛はね、なんで門前払い食らったか分かるかと、こっちが失礼やねんって言うんですよ。でこの李氏朝鮮って どんな国か言ったらね、もう儒教なんですよ。皆さん、儒教で一番重んじること何かといったらね、対面なんです、メンツなんです、形ね。実はね、徳川時代ね、李氏朝鮮は11回日本に来てますよ。使者が将軍が変わるためにね、おめでとうございますということでね送るんですけど、その時の随行員だけで最低600人ですよ、異議を正して。それがペーペーの役人一人使わして書状持ってこれからよろしくって青がーと、このね申し込み方があかんのやと。ここは一つ明治政府の第一人者と言われている西郷隆盛自らが朝鮮半島に渡って鎖国をおやめになるように、いやその前にまず国交を結びませんか、対等の立場でということを交渉に行きたい。その時にはこのエボシカタビラって言ってね、昔洋装で行ったらあかんって言うんだよ。洋装じゃなくて昔の古式ゆかしい日本のその服装を持って行こうと、そうやって話せばきっと行けるというふうに西郷は踏んだんですよね。なんでそういうふうに踏んだかと言いましたらね、彼ねこれ得意なのよ。これ昔薩摩とイギリスが戦争した薩英戦争っていうのがあったんですけどね、まあ薩摩それでボロむちゃくちゃにやられるんですよ。むちゃくちゃにやられてイギリスから賠償請求ということで、この交渉が始まるんですけど、その時の薩摩藩の方の代表がね西郷隆盛、西郷はイギリスの代表と話してるの。イギリスの代表話してるうちにね、西郷に惚れ込むのよ。でね、もう賠償金いらんって言うんですよ。で賠償どうするんですか、徳川に言うてねかわいそうに、でこれから薩摩の味方になるって。江戸城無血開城の時もそうでしょ。つまりね、こじれにこじれ切った関係のところ懐に飛び込んで一発大逆転っていうのはね、もうね最後がね一番得意としてる技やね、これ。だからこじれにこじれてる日朝関係はね、俺に行かせてくれいうことで、軍隊なんか連れて行ったらあかんねんいうことで
このルツ組が一致して行ってくだ来てくださいで帰ってきたのがこの帰国組。何考えてんねんと、あんたが行ったら殺されてしまう、殺されたら戦争になるじゃねえかと言うんですが、これは建前です。実はね、この2年間の間、西郷隆盛は10個の改革をやったので、いやが王にも国民の人気はますます西郷人気だったんですよ。そしてこの留守中の2年間に行った人たちは影が薄くなってたんですよ。この上西郷が行ってうまくまとめたら、政権内の主導権は絶対に自分に戻ってこない。そこで行くなということを決めるために、岩倉具視は必殺技使うのよ。明治天皇使ったんです。この政府の中では行くと決まったかもわからんけども、陛下が行ってはならぬとおっしゃってる。まあね、行ったら最後死にますというふうにね、耳打ちしたので、そういう結論になったんですよね。なのでね、結局ね、天皇の政治利用をした一番最初の人が岩倉具視。まあ顔からしてね、まあそれどうでもいいですね。このね、それでね、あ、そうかと、最後はね、もう見切りつけるの、明治政府に。見切りをつけて、そうして薩摩に帰ってしまうんですよ、九州に。で、九州に帰っていった時に ね、西郷どんが、瀬郷どんが九州に薩摩に帰られたという知らせが知れ渡るや否や、明治政府から600人の役人たちが即時辞表を叩きつけて一緒に薩摩に帰るのよ。皆さん、あのね、ドイツの民話でね、あのハメルーンの笛吹き男って知りません？ある時見知らぬ男がね、このハメルーンの町で笛吹くんです。ほんな子供たちがわーってついていって、でこの男と一緒についていって二度と戻らなかったという、あの話。私はこれ見たらいつもね、ハメルーンのね、笛吹き男を目指すのよ。別に最後は笛吹いたわけじゃないんだけど、おいは帰ろう言うたらズワーみんな帰んねん。みんな帰るだけではなくて、この当時の明治政府に不満を持っている不平士族たちが西郷のもとに集まって、その数13,000人で、西郷はね、この人たちはね、今にも爆発しそうです。今にも爆発しそうなので、彼らのエネルギー、若い士族たちが暴発しないために士学校という学校を作るんです。その学校ではね、トンデン兵って言ってね、鹿児島の大地山を開拓して畑作ろうと。西郷も一緒に肥たんこ担いで農作業をしながら、やがてロシアと戦争することになるので、その時のために訓練もしようということでね、文武両道、農作業もやる、飛んでへんということで、それをやりながら、まあ西郷を慕う人たちがどん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 増えてくる。そうやってエネルギーが暴発しないように抑えてたんですが、これ東京から見たらどう見えますかね。カリスマ西郷のもとに血気盛んな若者が13,000人集まってね、なんか鹿児島って西郷独立王国に見えませんか。このままほっといたら日本はえらいことになるということで、大久保利通の弟子に川路義俊という、今で言ったら警視総監です、この人物がね、24人の警察官をスパイとして薩摩に送るんです。薩摩の人でないと薩摩弁を解読することできない。そして彼らの中に入って仲間割れするように、工作するように使わすんですよね。ところがね、すぐにスパイだということを見破ったこの私学校の生徒たちが、このスパイたちを調べていると、懐からね、電報が出てくる。その電報というのはね、坊主を視察せよって書いてあるんですよ。坊主っていうのは西郷のことですよ。視察というのは見て察する視察ですが、もともと明治政府に対して反感を持っていた彼らは、刺し殺すの視察と呼んだんですよ。
我らの西郷さんを殺すために暗殺するためにお前ら来たんかということで、このスパイたちを恐るべき拷問にかけて無理やり暗殺のために来ましたという自白調書を取るわけ。さあそれと同時に、実は鹿児島にはたくさんの武器弾薬庫があったんですが、こんなところに武器弾薬を置いといたら危ないということで、大久保が機先を出しまして、そしてそこから武器弾薬を取り出して大阪に運ぼうとしているということが分かったときに、俺たちのことそんな風に見てるのか、それやったらこっちが先に取ったら言うてね、酒の勢いに任せて武器弾薬庫に手を入れて、そしてそれを強奪するんです。さあ皆さん、その時にですね、西郷はどこに行ってたかと言いますとね、温泉に浸かってたんですよ。1ヶ月も。それはね、責めないでやってほしい。だって睾丸が赤ちゃんの頭よりでかいのよ。こんなん気をつけできへん、挟まって痛いで多分。でこれ温泉治療以外にねないんです。でそれで1ヶ月にわたって彼は温泉入ってたんですが、こんなことになってるということで、使者が飛んでいって西郷さんにこうなってますという現状を言った時に、西郷が、しもた、おはんら何ちゅうことをしてかしてくれたんやって言って、このね、武器庫に手をかけるっていうのはね、弁解の余地のない国家反逆罪ですよ。なんちゅうことをした。そして彼は壊れるままにみんなの集まりのところに行くんですが、その間ずっと熟慮に熟慮を重ねて最終的に決断するんですね。何というかと言いますと、おはんらに渡した命、老いの体をおはんらに渡し申そう。この私の命も体もあなたたちにあげます。この瞬間に反逆分のボスは西郷であるという図式がビシャッとはまるんです。このことが決定したときに、西郷は明治政府に向かって手紙を書きます。その手紙を現代訳で簡単に言うならばこういうことです。休みをもらって帰省しておりましたが、最近の政府を見たときにちょっとお聞きしたいことがあるので上京することにいたしました。大勢で行きますが、国民がビビらないように気をつけておいてくださいって。その時ね、明治政府に何があったかといったら、ものすごい汚職です。特に徴収罰、山形有朋の巨大賄賂、井上薫に至ってはですよ、民間人の銅山を横領するんですよ。なのに政府の要人だということで逮捕もされない、捜査もされない、うやむやのうちに誰も彼を罰することはできない。そして国の中では特権を失われた士族たちが鬱屈している。その手紙を出して、さあ東京へ行こう。鹿児島から軍隊を連れて東京に向かって北上していく薩摩西郷軍と、それを阻止するために南下する明治政府軍が衝突した戦争が西南戦争です。この西南戦争というのは非常にね、不思議ですよ。というのはね、西郷はね、命も与えてあげる、あなたにあげますからというものの、西郷は一切指揮を取らない、軍略の天才なので、天才なのにもかかわらず一切指揮も取らないし、作戦も授けない、ただが部下たちが言う通りに動くんですが、この部下たちが取る作戦っていうのがね、最低最悪。熊本城に突っ込んでいくんですよ。なんで熊本行くの？東京行かないの？東京に。熊本城に武器も弾薬も食料もないんですよ。加藤清正さんが作った守りの城でしょ。なんでそんなとこ突っ込んでいくの？部下がいたから。で最終的に、まあもう果敢に戦ったんですよね。西郷軍死者6400人、明治政府軍死者6800人。そして最終的に西郷は撃たれて
神道もうここらでよかと言ってね、彼切腹しない、首を落とされてそれで亡くなるんですが、その時の亡くなった時にね、勝海舟が歌を歌ってるんですね。ちょっとこの表紙に書いてます。濡れ衣を干そうともせず子供らが夏がまにまに果てしき君かな。この濡れ衣を干そうともしないっていうのはこれどういう意味かと言いましたらね、西郷隆盛は明治政府に逆らったり武器弾薬を取れというような指示は一切してない。自分が苦労して作った明治日本を潰そうなんてつもりは全然ない。この濡れ衣を晴らそうとするならば簡単でしょ。暴走した若者たちを縛って明治政府に突き出したらいいんですよ。俺の知らんところでこいつらが勝手にやったんだ、犯人はこいつらだと言って明治政府に突き出したら彼の潔白は証明されるんですよ。ところが濡れ衣を干そうとしない、そして子供らがっていうのはね、若い士族のこの若者たち、私学校の生徒たちなんです。この子供たちがなすがまにまに、そのなすことっていうのは全部愚かなこと、その愚かなことについていったら西郷も愚か者になってしまうじゃないか。潔白を晴らそうと思ったら晴らすことができるのにそれもせず、それをやったら愚か者になってしまうのにその道に進んでいって、そして果てし君かなっていうのはね、最後死んじゃった。どんなものとして死んだのか、賊軍として、つまり非常に不名誉な死に方をしたということなのですよ。でこれね、勝海舟はね、最後のこと一番よく分かってる。で彼はね、これを読むことによってこの歌に触れた人がおかしいよねと気づかせようとしてるんですよ。潔白を晴らすことができるのにもかかわらずそれをせずに、愚か者の後ろについていって戦った、つまり勝つつもりのない戦争をやって死んでしまったのはなぜなんだろう。あの賢い先見性の見える西郷隆盛がなぜそのような死に方をしたのであろうということを考えさせてるんですね。おそらく2つの理由があったと思います。第1番目の理由というのはね、士族の反乱をこれで終わりにするためなんですよ。それまでにも士族の反乱でいっぱいあった。だけどね、たとえ西郷が出てきても今の明治政府軍には勝てないんだということをね、立証させたんですよ。勝ったらダメなんですよ。あの西郷が出てきても政府軍に勝つことはできないのだということを日本全国に自分の死をもって知らしめましたね。そしてこれ以降日本に内乱は起きません。もう一つ、明治政府を潰すつもりはないんです。この腐敗しきった明治政府を死をもって諌めるため、これは司馬遼太郎さんが書いてることなんですけどね、この西南戦争の後明治政府の汚職がピタッと止まって20年続くんですよ。山形も井上もね、反省するんですね。できんと。これはだから士族、愚かな士族の息子たちと運命を共にしながら、同時に自分が建てた明治政府に自分が死ぬことによって貢献できる道はこれしかないということで、お藩らに命を渡すと言って亡くなった。でね、実は西郷が愛読していたこの聖書の中に一番中心的人物はイエス・キリストなんですが、このキリストっていうのはね、全てのものを作りになった神の御子が人としてこの世界に来てくださった。何のため？死ぬためなんです。と言いますのはね、命と交換することなしには生み出すことができない良きものというのがあるって言うんです。死ぬのでない限り達成できない偉大なる遺産というものがある。罪のないものが命を捨てるのでない限り解決できない問題がある。
何でしょう。罪人の罪が聖なる神様の前に許されるということですよ。キリストは死ぬためにこの世界に来た、あの十字架にかかって全人類の罪を全て背負って身代わりに濡れ衣を晴らそうともせず死んでくださった。それは私たちの罪を償うためであった、自分の命をもって償うためであったと聖書は語るのです。最後が愛読したであろう聖書の主人公はイエス・キリストです。そのイエス・キリストの中心主題は、私たちのために十字架にかかって死に墓に葬られ3日目に復活したこのイエス・キリストこそは人生を一変し歴史を変える救い主であるということなのです。幕末の志士たちはみんな真剣勝負で生きていました。だから生き残りたちの中に随分命がけのこのキリストの物語に触れてクリスチャンになった人たちが多いのです。その中の何人かは次回皆様にお届けしたいと思うのです。勝海舟と坂本龍馬の一族です。いや、その前に彼らの心をそんなにも揺さぶった聖書、一度積ん読ではなく読ん読読んでも分かんない解説が必要ですね。分かりやすい解説をするために次回皆様とまたお会いしたいなというふうに考えております。ぜひ皆様がこの聖書を通して生きる創造主イエス・キリストに出会ってくださいますことを心から願いながら終えたいと思います。最後までご清聴ありがとうございました。